こんにちは、ハイジーです。というわけでハイジーさんってもう唐揚げがとにかく好きなんですよ。で、今もですね、無性に唐揚げ弁当が食べたくなってコンビニに行ったんですね。で、まあ買ったんですよ。それがこちらなんですけれども、普段はそこまで思わないんですけども、もっと食べたいテンションだぞとなっちゃったんです。だから今日はトッピングとして惣菜コーナーの唐揚げ買ってきました。今回買ってきたのが若鶏のジューシー唐揚げ弁当という、基本的にジューシーなのに美味しくない唐揚げって見たことがないから、もうこれ安心ですよね。ポッカポッカポッカ、グリーンピース入りのマカロニだったり唐揚げだったり高菜であったり、まあ割とシンプルな唐揚げ弁当でございますが、まあ絶対美味しいやつですね。そしてこちらはもう温めてあるからちょっとパンパンに膨らんでますね。ちなみにこちらは若鶏の唐揚げかっこもも、もちろんジューシーな鶏もも肉仕様でございます。パッカー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 。唐揚げはちょっと見た目違う感じがしますね。意味があるわけじゃないけど、なんかやりたくなっちゃうという、乗せていくという作業やっていきましょう。特にね、乗せて何ってこともないんですよ。最後の一個かわいいね。これもう一番上に乗るために生まれてきた唐揚げじゃないの。もうさあ、いかがでしょうか。これテンション上がるの伝わるかな。いただきます。では一番上のちびころ唐揚げから食べてみましょう。こんだけちっちゃい唐揚げでも柔らかジューシーな感じは伝わりますね。惣菜コーナーの唐揚げなんですけれども、スナック感と本格派の中間みたいな味わいって感じがしますね。もう一個食べてみましょうか。結構ずっしり重たい感じもしております。やっぱ1個目よりも肉質が多い分、ジューシー感をより味わえますね。本来のこの唐揚げ弁当の唐揚げも食べていきましょう。こちらですね。 OK、 こっちの方がちょっと色は薄めですね。全然違う。こっちの方がジューシーなだけじゃなくて、プリプリ感もねだいぶ増してて、もちろんこっちも全然美味しいんですよ。で、味付けに関してはこっちの方が濃いのですが、本来のこの唐揚げ弁当の唐揚げの方はそもそものお肉の味が多分すごいんでしょうね。こうなってくると困るのが、僕意外と好きなものを後に取っとくタイプですから、最初にこのお惣菜コーナーの唐揚げを全部食べてからお弁当の唐揚げ食べたいとも思うんですけれども、まだお腹が全然空いてるうちのベストコンディションの時に美味しい方の唐揚げを食べておきたいっていう気持ちもあるじゃん。だから戦ってんだけど、結局のところ交互に食べるという一番つまんない答えを出しました。はーいと、で、今のところやっとね唐揚げが残り5個になりましたね。本来の唐揚げの個数くらいになったんですけれども、ご飯の残りがこれだけになりましたから、こっからのペース配分結構重要よ。じゃあこれも、マカロニ追いかけましょう。はい。で、唐揚げが残り今、3個になりましたね。いよいよあと残り2個ですが、惣菜唐揚げとそもそも唐揚げ残っております。普通ならば惣菜唐揚げから食べて最後の1個はこれ残すと思うんですけれども、今回はあえてこっちから食べてみたいと思います。これがどうしてなのか考えながらお待ちください。はい、というわけで答えはこの唐揚げの形がハイジーさんにそっくりだからです。